韓国のマラド強襲揚陸艦が就役したね。以前は F-35B ステルス戦闘機も艦載可能との報道もあったみたい。韓国の建造能力はちょっと日本とは違い、やっぱり人手不足は否めないな。それに出生率も世界最低との話だし、韓国は急速な国家滅亡へ向かっているような感じだぜ。今回は、このマラド強襲揚陸艦の甲板の耐熱処理技術について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年6月末に韓国でドクト級強襲揚陸艦の2番艦となるマラドが就役したわけだけど、1番艦のドクトの2007年に就役から14年を経たこともあり、同型艦とは言っても可能な限りの船体の拡張が図られたよ。具体的な内容として、マラドは満載排水量が1万9000トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルとなっており、この規模艦は1番艦のドクトより満載排水量で約500トン、全長で15メートルほどの船体の大型化が実現されたものなんだ。なぜならマラドの全通飛行甲板には航空機用の耐熱処理加工が施されているらしく、一部では日本の出雲加賀と同様に短距離離陸垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の運用の可能性もあるとされていたんだ。しかし、実際にマラドの飛行甲板への耐熱処理加工については、大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸に対応可能というレベルであって、F-35 ライトニング 2B 型の超高熱の排気熱に対する耐性は備えていないのが現状のようだな。その理由として F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に耐うる耐熱塗装の技術を韓国が有していないことや、そもそもドクト級強襲揚陸艦の内部構造は F-35 ライトニング 2B 型を収容する設計となっていないことが挙げられているぜ。また耐熱加工を語る以前にマラドの飛行甲板の強度自体が戦闘機の離発着の荷重を視野に入れて設計されたものではないと言われており、その点からも F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることは物理的にも非常に難しいだろう。ある意味、特殊な F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な飛行甲板の強度、耐熱加工、エレベータや収納スペースの構造を鑑みれば、一見すると全通飛行甲板を備えていても戦闘機運用は容易ではないということがわかるわけだ。そうすると、海事の出雲や香川設計建造の時点から F-35 ライトニング 2B 型の運用を想定していたとも考えられ、これらの建造の際に野党が憲法で禁止された空母であると非難していたのも間違っていなかったのかもしれないね。ただし、これまでの日本政府の見解によると、日本が憲法上保有できないのは、潜水艦発射弾道ミサイル通称 SLBM を搭載した戦略型潜水艦や長距離戦略爆撃機、攻撃型の空母であり、出雲加賀イコール攻撃型に抵触しないとの判断に基づくものなんだ。国際的に日本の自衛隊は軍隊ではないと言っているけど、他国から見れば摩訶不思議な政治的な命題に絶えずさらされている状態で、艦艇航空機等の主要な装備の調達にも面倒な理由付けが不可避であり、現場や防衛省の苦悩も計り知れないものがあるんだろうね。一方で韓国のマラドは、一番艦の独島は強襲揚陸艦だと韓国内でも表現されていたが、当時は大型輸送艦と呼称されており、これは間違いなく中国に向けられた配慮だったと言われていたぜ。韓国内のメディアは1番艦の独島と2番艦のマラドに関して、着実に韓国が航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきていると報じており、世論的な面からも航空母艦の保有に関して、日本のような意味での否定はそこまで見られなかったな。世論的な面からも航空母艦の保有に関して、日本のような意味での否定はそこまで見られなかったな。ただし、現実的な論者たちからは韓国の最大の仮想敵国は現代においても一時休戦状態にある北朝鮮であり、陸続きの同国に対して航空母艦を保有することは有効な対応策ではなく、F-35 ライトニング 2A 型の配備を削減すべきではないといった意見も見られるらしい。このような意見は韓国の置かれた地理的軍事的状況を考えた場合には正論だとも感じるけど、
多くの世論は日本が竹島韓国名独島軍事力で奪還しようと目論んでいると捉えているらしく、その対応策として空母の必要性を唱えているんだ。このことは日本が出雲加賀の航空母艦化を決定して以降、なおさら韓国も対抗上航空母艦を保有すべきであるという声が強くなっていき、世論に現政権の支持率を高めるためにムンジェイン元大統領が半ば強引に推し進めているように見えたね。韓国はマラドに続く独島級強襲揚陸艦の3番艦を、すでにペンニョンドと命名して建造する計画を推進しており、この艦が昨今、本格化している韓国初の軽空母になるものと言われていたんだ。韓国の軽空母計画で最も興味深いのは、これまで独島マラドの2隻の独島級強襲揚陸艦の建造を手掛けた阪神重工業者ではなく、世界最大の造船グループのヒュンダイ重工業者と、2023年5月に韓国財閥ハンサグループに買収されてハンサオーシャンと改名したウテウ造船海洋社が名乗りを上げていた点だな。前述したように、阪神が独島級強襲揚陸艦を通じて航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきたと報じ、注目の大事業であるにもかかわらず、その建造企業を他社へ変更する方向で進んでいる点は稀有な気がするぜ。いずれにしても、韓国独力での航空母艦建造は非常に難しいため、ヒュンダイ重工業者にはイギリスのクイーンエリザベス級航空母艦を手掛けたバブコック社が、ハンサオーシャンにはイタリアのフィン艦経理社が支援を実施していたわけだ。すでに韓国の軽空母計画の初動の概念設計に関してはヒュンダイ重工業者の案が採用されており、したがってバブコック社が支援する形でクイーンエリザベス級航空母艦と同様のスキージャンプ式の発艦システムが盛り込まれる可能性が非常に高いらしい。2021年5月にイギリスのポーツマス港を出港し、極東地域派遣へ向けて航行したクイーンエリザベスが当時の背景から韓国に寄港する可能性も高いと言われていたんだけど、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、同年8月に韓英の国防当局が合意のもと断念したよ。一方のハンサオーシャンとイタリアのフィン艦経理社のコンビは、独島級強襲揚陸艦と同様に艦艇の船体をコンパクト化し、ある意味小回りの利く運用の実現を図るものではないかとも感じられるよね。ヨーロッパ及び地中海地域における最大規模の造船グループのフィン艦経理社が手掛ける代表的な艦艇は、2023年に収益予定で進められていたイタリア海軍の強襲揚陸艦トリエステであり、これは基準排水量25,816トンで韓国が考える軽空母よりも若干少ないと言えそうだよ。強襲揚陸艦トリエステは全長245メートル、全幅47メートルと比較的小さな方だが、それでも艦載機はヘリコプターと F-35 ライトニング 2B 型の合計で最大20機ほどの収容が可能とも言われており航空機の運用能力も高い方だぜ。ただし、韓国のハンサオーシャンとイタリアのフィン艦経理社の軽空母の設計案には強襲揚陸艦トリエステや、ヒュンダイ重工業者バブコック社案と異なりスキージャンプ方式は採用されていなかったらしい。クイーンエリザベス級航空母艦をダウンサイジングしたようなヒュンダイ重工業者バブコック社案よりも、ハンサオーシャンとイタリアのフィン艦経理社案の方が現実的な気がするんだけど、これは多くの人が思っていることかもしれないね。米国との同盟を核としつつ、日本、オーストラリア、フィリピンなど、他の同盟国との軍事協力を深めているな。これには共同訓練、情報共有、兵器システムの共同開発が含まれるぜ。特に、地域の安全保障環境を考慮し、南シナ海や台湾海峡での存在感を示す戦闘機、潜水艦、ミサイルシステムなど、国産化を推進している分野が多いらしい。この動きは、国防産業の自立化を促進し、国際市場での競争力を高める目的も持っているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。防衛省が2024年度から建造に着手するとしている、新しいイージスシステム搭載艦に搭載されるガスタービンエンジンが、イギリスのロールスロイス製の MT30 に決定されたとして、2024年5月30日にロールスロイスが明らかにしたよ。
MT-30 はロールスロイスの船舶用ガスタービンエンジンマリントレントで、同社の航空機用ターボファンエンジンであるトレント800をベースとして開発され、出力は 36MW で 40MW を発揮するものもあって、日本の海上自衛隊護衛艦では最上型 FFM にすでに採用されているな。今回は海上自衛隊の新たなイージスシステム搭載艦のエンジンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、イージスシステム搭載艦にはこの MT-30 が2機搭載される予定で、燃費を抑えるために、電動モーターも搭載するハイブリッド方式が採用されることになっているんだけど、出力に大きく余裕があることから、低速巡航時は MT-30 で発電された電力を利用したモーターによる電気推進で航行し、高速が必要となる時には別のガスタービンエンジンによる機械駆動を併用して強力な推力を得る、ガスタービンエレクトリックガスタービン複合推進方式 C オンバインドガスタービンエレクトリック&ガスタービンコグラグ、など他の機関方式が採用される可能性もあると言われているよ。この新イージスシステム搭載艦には、これまでのイージス護衛艦に搭載されているフェイズドアレイレーダー ANSPY-1 と同じ、ロッキード・マーティン製の LRDR ロングレンジディスクリミネーションレーダー長距離識別レーダーである ANSPY-7V1 が搭載されることになっているけど、そこに至るまでには紆余曲折があったんだ。ANSPY-7V1 はそもそも地上配備型の国土防空ミサイル防衛用の対空捜索レーダーとして、弾道弾迎撃ミサイルである GBI グラウンドベースとインターセプターとともに、イージス艦に搭載されているイージスシステムを陸上に配置するイージスアショアに使用されるレーダーだね。近年、北朝鮮では弾道ミサイルなどの長射程ミサイル発射実験を盛んに繰り返すようになったが、その進歩が著しく日本列島への脅威が高まったことから高高度を飛翔する弾道ミサイルを撃墜するためのシステムの増強を望む声が広がったな。弾道ミサイルへの対処についてはアメリカ海軍が東西冷戦下の1960年代から着手していて、イージス武器システム AEGIS ウェポンシステム AWS が開発され、イージス弾道ミサイル防衛システム、イージスバリスティックミサイルディフェンスシステム、イージス BMD システムが誕生したぜ。BMD においては海上配備システムと地上配備システムの整備に注力され、海上配備システムのプラットフォームとしてイージス艦が登場し、地上配備システムとしてはイージスアショアが考案されたわけだ。陸上に設置することによってイージス護衛艦ほどの人員は必要がないため、慢性的な人員不足に悩む自衛隊においては最良の BMD とされ、2018年7月30日に日本政府は、ANSPY-7V1 を2機購入して、秋田県秋田市にある陸上自衛隊深夜演習場と、山口県萩市の陸上自衛隊睦弥演習場の2カ所に、イージスアショアを配備する計画を発表し、2025年から陸上自衛隊が運用することを明らかにしたぜ。しかし、弾道ミサイル迎撃の際に地上から発射される多弾式の地対空ミサイル SM-3 の1弾目となる、補助推進装置ブースターが演習場周辺の民家などに落下する可能性があることが示唆され、このブースターを演習場内へ確実に落下させるためには、高額な費用が発生するシステムの、ソフトウェアの修正が必要である上にそれだけでは不十分であることが判明したよ。その上さらに、設置を予定していた秋田、山口両県の住民に対して実施した防衛省側からの説明内容が不足したことや、ずさんな調査などの不手際が発覚するなどトラブルが相次ぎ、このままでは地元自治体の理解が得られないとして、2020年6月15日に当時の河野太郎防衛省がイージスアショアの導入計画を中止することを発表したんだ。2020年12月18日、日本政府は閣議決定において、新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛能力の強化についてと題した中で、中止となったイージスアショアの代替案について、イージスシステム搭載艦を新たに2隻建造し、それらを海上自衛隊が運用することを決定して公表したってわけ。防衛省ではイージスアショア用に購入が計画されていた2機の ANSPY-7 を、新たなイージスシステム艦に搭載する方針としたが、
ANSPY7 は陸上設置用として開発されたために、アメリカ軍の水上艦艇における使用実績がなく、海上自衛隊のイージス護衛艦においても、ANSPY1 の使用実績しかないことから運用を不安視する見方が広がり、アメリカのレイセオンが艦艇用レーダーとして開発を進めている ANSPY6 を押す声が上がっていたね。しかし、アメリカミサイル防衛局とアメリカ海軍におけるイージス艦技術部門代表が、海上自衛隊のイージス艦に搭載されている AWS ベースライン J7B 上において ANSPY7 を運用するソフトウェアを開発し、2021年1月27日に海上に配備された ANSPY7 を搭載した AWS ベースライン J7B の試験において、BMD での目標の捜索追跡識別を実施する能力を有することが確認されたことから、イージスシステム搭載艦に ANSPY7 が搭載されることが決定されたぜ。ANSPY7 においては、2024年4月に宇宙空間にある物体を探知と追尾する試験も成功していることから、宇宙空間を飛翔する弾道ミサイルの迎撃に適していることが証明されているな。この高性能なフェイズドアレイレーダーを搭載するイージスシステム搭載艦は当初、弾道ミサイル迎撃を専門とする防空護衛艦的な存在になるとされ、当初の計画では基準排水量2万2000トン全長210メートル以下幅40メートル以下とされ、海上自衛隊最大の護衛艦として誕生するはずであったが、海上自衛隊最大級の艦艇となることに対して、速度において既存のイージス艦や護衛艦艇との艦隊連携や、共同運用がしにくいとの批判が上がり、小型化して機動力を高めるように方針転換されたわけだ。結局イージスシステム搭載艦は、基準排水量1万2000トン全長190メートル最大幅25メートルでマヤ型イージス護衛艦を上回り、軽空母化改修が進められている海上自衛隊最大の出雲型護衛艦に次ぐ大型艦となる見込みで、兵装には5インチ単装砲1機高性能20ミリ機関砲2機1式地対艦誘導弾能力向上型、4連装発射筒2機3連装単魚雷発射艦2機のほか、マーク41垂直発射システム VLS は2機128セル搭載され、弾道弾迎撃ミサイル ABMSM3 艦対空ミサイル SAMSM2 対戦ミサイル、07式垂直発射魚雷投射ロケット巡航ミサイルトマホークなどが搭載されることになったよ。そして、国土防空だけでなく護衛艦隊を構成する艦としても運用ができるように、既存イージス艦と同等の各種作戦能力と機動力が与えられることとなり、その他には現在の多様なミサイルに対し、常に対応可能とするために稼働率の向上が図られ、好天時の荒れた海でも影響を受けにくい対応性を持たせられているんだ。さらにこの艦では長期間の洋上任務が前提とされていることから乗員の居住性向上が図られ、例えば段ベッドの上下にパーテーションを設けて疑似的に個室化するイメージ画像が公表されているな。また、中国やロシアが実戦配備している極超音速兵器への対応として、アメリカミサイル防衛庁 MDA が、開発中の対極超音速滑空対 HGV 新型迎撃ミサイルなどの将来の装備品も運用可能な拡張性にも考慮されているらしい。これら将来の装備品にはレールガンや高出力レーザーガンなども含まれているため、出力が大きいロールスロイスの MT30 ガスタービンを2機搭載することでそれらの電力を賄うことができるとされているぜ。防衛省では、2024年度防衛予算にこのイージスシステム搭載艦整備費用として2隻分の建造費3797億円を計上していて、まず三菱重工業が1番艦の建造を担当して2番艦はジャパンマリンユナイテッドが担当するみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。空母といえば、ニュースなどでたびたび話題になるんだけど、そのおかげで形状をイメージできる方もたくさんいると思うんだ。実際、アメリカ軍横須賀基地には2011年の東日本大震災で友達作戦でも活動した空母ロナルド・レーガンが配備されているから、テレビなどの映像で目にする機会も多いはずだね。では強襲揚陸艦はどうだろうな？
この艦艇は形こそ空母に似ているのだが、空母のように注目される機会は多くないらしい。目にする機会が少ないからか、強襲揚陸艦を空母と思っている人もいるかもしれないな。今回は、似ているようで全く違う空母と強襲揚陸艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。改めて説明すると、この3つの艦艇はどちらも同じようなフォルムをしているよ。航空機を運用するためのフラットの甲板を持つ大型艦艇だけど、実際には船の構造も役割も全く違っているんだ。3つの違いを一言で表現すれば、空母が敵を攻撃するための航空機用の洋上基地としたら、強襲揚陸艦は敵前に上陸を行う部隊の洋上基地ということだな。強襲揚陸艦の特徴は揚陸艦隊の指揮艦でもあり、ヘリコプター強襲艦でもあり、ドック型揚陸艦としてや貨物揚陸輸送艦の機能を合わせ持っているということだぜ。つまり複数の艦種の能力を極力この一隻に集中させ、汎用性を与えることによってあらゆる作戦に柔軟に対応できる艦船になっているというわけだね。さらに敵の反撃を受けても兵力、車両、装備などのバランスを崩すことなく、強襲揚陸艦たった一隻でも上陸作戦を展開できるという自己完結能力を備えているんだ。こういった性能を持っている強襲揚陸艦は、揚陸部隊が搭乗できる居住スペースのほか、ヘリコプターやジェルトローター機などの航空機を離発着させるための全通型甲板飛行甲板、それらを修理収容できる格納庫があるよ。また艦内で揚陸部隊を運用、支援するための車両を収容するスペースもあり、揚陸用船艇やエアクッション型揚陸艇を搭載、艦内から兵員や車両などを乗せて発進できるウェルデッキも設置されているんだって。これに対して空母は、艦載機の運用に特化した艦だな。21世紀に入るとテロや紛争が世界各地で起き、それを仲裁して監視する国連の平和維持活動 PKO、平和維持軍 PKF、湾岸戦争やアフガニスタン紛争のようなアメリカ主導の多国籍軍による軍事作戦、世界各地でしばしば発生する大災害支援などの活動には軍が投入されることが多くなってきたぜ。外国の地に軍事力による影響力を及ぼすパワープロジェクションは世界の警察官を辞任していたアメリカ一国だけのものではなくなっているわけだ。以前はパワープロジェクションといえば、世界一強力な軍事力を背景として外国に干渉してきたアメリカの専売特許という感じだったよね。良くも悪くも、自由主義の危機と判断したら様々な国へ干渉し、内政干渉だと非難されることもしばしばだったんだ。ところがここ最近は、自国以外の国に軍隊を派遣し、力を行使軍事力を行使する国が増えてきたよ。古くは湾岸戦争、ごく最近はロシアのウクライナ侵攻だな。こういった背景を受けて近年需要が高まっているのが、揚陸作戦用艦船だ。正確に言えば、兵員やその資材武器や車両から燃料などの消耗品を含むを搭載して海外に展開し、部隊を揚陸できる艦船というところだな。空母は用途が限定されるし、保有するのにも経費がかかるため、不経済だとして所有しない国が多いらしい。対照的にマルチ任務に使用できる強襲揚陸艦やドック型輸送揚陸艦などの揚陸艦を持って使用している国は多いわけだね。実際の運用体制としては、空母は搭載している艦載機、空母を護衛する複数の駆逐艦などの水上戦闘艦、潜水艦、給油艦や補給艦で構成される戦闘部隊を編成するみたい。規模にかけても軍事力でも世界一であるアメリカ海軍艦隊を例にとってみると、日本では持つことができない原子力空母とその艦載航空団を戦闘部隊の主力として編成。空母は洋上で航空兵力による強力な攻撃力を有し、他の艦艇は空母で構成されるグループの一員として艦隊を防護支援する任務を受け持つんだって。こういったグループが空母戦闘群と呼ばれるものだな。1991年平成3年旧ソ連は崩壊し、鉄のカーテンがなくなり、共産主義が自由主義に負けたとも言われたよね。いずれにしても世界を二分していた冷戦は終結を迎え、これによって、米ソのような二大勢力による決戦の脅威がなくなったと多くの人々が胸をなで下ろしたことだと思うよ。
軍備の削減を進める国々も増えてきたよな。そして空母の決戦兵器としての役割も薄れてきたわけだ。しかし、世界大戦こそ起こらなかったが、世界各地で地域紛争やテロが頻発するようになり、それに対応するため、また近年の中国の海軍力増強や、海洋進出が大きな脅威になっているため、再び洋上決戦兵器としての空母の役割が大きくなっていると見られるぜ。21世紀に入るとアメリカ海軍は大改革を行い、保有していた大艦隊をスリム化する一方でハイテク化を進め、精密誘導爆弾を含む攻撃力、各種センサーによる情報収集能力、デジタルデータ通信システムなどによる兵器の運用能力などを飛躍的に向上させたよね。これによって原子力空母を中心とする空母戦闘群は強力な攻撃力を持つ艦隊任務部隊へと変化するとともに、名称も2006年頃から空母打撃群と改称されたよ。アメリカは現在、空母打撃群を複数保有し、常に洋上に展開させていて、つまり、いつでも世界の海に進出できるということであり、陸上へも力を及ぼせる軍事力を持つことを誇示することによって、アメリカの立場を示す任務を担っているんだ。5つの空母打撃群の戦力は小国家の軍事力に匹敵するとも見られているみたいで、ちょっと前は世界の警察官を辞任していたアメリカだから、その立場を示す必要があるんだろうね。アメリカ海軍のことを紹介すると、この海軍では、空母打撃群に匹敵する規模の遠征打撃群も保有しているぜ。特徴としては、揚陸作戦を含めた地上戦を主とする海兵隊と海上での対空戦及び対水上戦を主とする海軍部隊を統合し、マルチタスクに対応できる部隊ということだな。アメリカ海軍では、海軍の揚陸隊と海兵隊の海兵遠征隊は出撃命令が下れば即出撃できるようにペアとなって、待機しつつ緊急出撃態勢で待っているわけだ。出撃命令が下ると揚陸艦3隻に海兵遠征隊を乗せて揚陸即応軍として展開し、ここに水上戦闘軍と攻撃型原戦が加わって遠征打撃軍となるわけだぜ。この3つの運用上の違いを説明すると、遠征打撃軍は湾岸戦争のような大規模戦争の際に編成され、通常は揚陸即応軍が任務に当たるんだ。名前の通り、海外への派遣に運用される部隊なんだろうね。そしてアメリカが世界のどこかに軍を派遣しなければならないとき、使用される部隊の一つが揚陸即応軍なんだ。この部隊は出撃命令から5海内に地球上の3分の2の沿岸海域に展開可能で、6時間以内には水陸両用作戦を実施できるという恐ろしい高スピードの機動性を持っていると言えるぜ。海兵遠征隊は海兵隊の作戦任務部隊としては最小規模で、人員は最大2200名で地上部隊と航空部隊、そこに兵站部隊が加わって統合作戦が可能になるという独立した作戦遂行能力を持っている部隊だね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。